よ、トマアサヒ、ひなただ。今回はね、僕と流星くんの親戚に年下の兄弟がいるんだけど、そのお兄ちゃんの方が発見した骨の開け方を教えていくということで、やっていこう。最初はね、ここをちょこっとだけめくってチューチュー吸ってたんだけど、それだとここがね、うまく開かなかったりする場合があるから、そのお兄ちゃんが考案したのは、爪を立ててこうやって開けると、少ししか穴が開かないから、こぼれる心配もほとんどないし、すごい天才だなと思って。すごくない？まだね、ちっちゃかったから、結構すごい。ちなみに、その兄弟のお兄ちゃんの方は、僕の10個下です。今の年齢は10歳になるのかな？そうなると。すごくない？僕の10歳下の子が、こういう開け方を発見したっていう。で、ちゃんと飲めるから、見てて。ほら、そうするとね、一気に飲めないから、時間をかけてたっぷり楽しめるっていうメリットもあるの。すごくない？いやー、やっぱり俺と似て天才なんだなって思いました。ということで、みんなも実践してみてくれ。ということで、もしこの動画が良かったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、チョ、バイバイ。